17世紀、手巻き。エルメスの手巻き時計です。半世紀以上も前に製造されたアンティークモデルです。文字盤はヘアライン仕上げのシルバーカラー。彫り込みのバーインデックスとゴールドのドルフィンハンドの組み合わせ。12時1に H のブランドロゴがライティングされた上品でシンプルな形状です。GP ケースはスクエア型。高級感があり、スタイリッシュなフォルムが腕元を華やかに飾ります。裏蓋は SS スナップバッグです。コーディネートしやすい茶色の車内側ベルトが装着されています。無駄のないスッキリとしたデザインの時計ですので、飽きにくく長くご愛用いただけるかと思います。エルメスは1837年にティエリー・エルメスがパリに開いた馬具工房からその歴史が始まります。腕時計の製造は1920年代となり、当時はジャガー・ルクルトやユニバーサルなどの時計メーカーとコラボレーションしていました。後にスイスに時計工房を設立し、高級時計へとその分野を広げるようになりました。美しい作品には機能が伴っていなければならないというコンセプトとともに、伝統と革新が融合したデザインを作り続けている人気のブランドです。この時計の体感コンディションや精度など詳細は説明欄にリンクを貼っていますので、ぜひご覧ください。またお気に召しましたらチャンネル登録もよろしくお願いします。時計の委託アンティーウォッチマンがお送りします。